どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。カバンの中身をごちゃごちゃってやって、やっとこさスイカを出して改札を通るっていう人結構見ると思います。で、僕も大学生の時は例外なくそれでして、大学生の時に使っていたカバンっていうのはノースフェイスの確かこういうボストンバッグでした。で、結構大容量だったんですけども、ただ残念なのがポケットが1個しかなかったんです。スマホとか筆記用具だったり洋服っていうのをもうとりあえずぶっ込んでいました。で、それでチャックを閉めてこうバックパックみたいに背負って歩いているんですけど、中身を取り出そうと思ってチャックをビーって開けると、ドラム式洗濯機でガーかき回されたのかなって思うぐらいごちゃっとして中が散乱してるっていうのがありまして、なのでまあカバンすごい気にしてたんですけど、やっぱ不便でした。で、社会人になってビジネスバッグというものに出会って、めちゃくちゃ便利じゃないかと、こんな整理整頓できてすごい便利なカバンないなということで、僕はそれを私生活でもこうバックパックみたいに背負って使うっていうことをやっていました。で、それから僕は数年間ビジネスバッグというものにハマっていました。めちゃくちゃ便利で何も考えずにこう整理整頓できていいなと思って、はい、すごい気に入ってました。なんですけど、こうやって撮影を始めたらですね、このカメラ、今撮影しているカメラをなんかカバンに入れないといけないという状況になりました。ってなった時にビジネスバッグだと、なんかこうどこに入れようかなみたいな、すごいかさばるし、重たくなるしっていう、なんか入れる場所がないなっていうことになってきました。なのでそこからまたカバン探しの旅が始まるわけです。で、それから紆余曲折あって今使っているカバンに落ち着いています。で、まあそれがこちらなんですけども、これをですね使っていると、例えば YouTube のライブ配信であったり、その周りの人とこう直接話していながらもですね、なんかこのカバンのブランドどこですかだったり、これどこで買えるんですかとか、いろんな質問をいただきます。で、それどうなってんのみたいな、そういう質問をいただきます。で、特にこれですね、こういうところをこう見せた時、このシーンを見せたときに、何それ、どこのブランドとかっていうのを質問いただきます。で、前質、動画でシェアしたと思うんですけど、まあせっかくなんで、今回僕が使っているこのバックパックを、現在のカバンの持ち運び事情とともにシェアをしていきたいと思います。今回バックパックのシェアになりますんで、興味がない方はブラウザバックして他の動画をお楽しみください。ちなみにこの動画は企業案件ではありません。むしろこのバックパック、この動画でめちゃくちゃを露出しているので、むしろ企業案件にしてほしいぐらいなんだけどな、みたいな感じで思うんですけども。はい、じゃあ行きます。エレコムさんから出ているオフトコっていうバックパックです。見えますか？ここにオフトコっていうふうにロゴが入っています。はい。で、本当はここにもオレンジ色で、オフトコっていう風にロゴが入っていたんですけども、ちょっとポップすぎてトゥーマッチカジュアルだったんで、これはちょっと外しました。はい、はい、どんどん詳しく見ていきたいと思います。まずここをですね、チャックを開けるとこういう風になっています。で、ここに書類を入れたり、あとここにもポケットが2つあります。こことここ2つあります。で、ここにも入れることができます。で、ここに、なんかこう、マグネットで、こうやってくっつくようになってるんです。チャックが開いてたとしても、こう、ペッ、自然に閉まるので、これ結構便利、地味に便利です。はい。で、横がですね、こうなっていて、こう開きます。で、スルスルと中身を出して、まあ、僕はここに、まあ、カードだったり財布っていうのを入れるようにしてます。で、これはなんかこう、今箱状にしてますけど、こうやって仕切りを作ることも可能なんです。なので、ここに、例えばカメラ入れたり、まあこうやって入れたり、小分けにすることも十分できます。で、なんで僕の場合、こうやって上に板みたいなの作って、こうやって入れてるかっていうと、下と上っていうふうにこう段が分かれています。下の段、上の段っていうふうに段が分かれていまして、僕はこっちの方に主に入れてるんです。で、そうすると、背負った時に重心が上に行くので、背負った時にこう軽く感じるんですね。ただ、上にカメラとか、その、重要なものを入れてしまうと、重みでここら辺がこう、ジュッと潰れちゃうんです。潰れちゃうので、まあ、これをこう板状に作って、その上からの重さを支えているっていう、まあ、そういうことなんですね。はい。ちょっとわかりにくくてすいません。ちなみにこれはですね、こっちにもあります。はい。こんな感じで開きます。
はい、こんな感じで開きます。で、あとはですね、ここの裏のところにもポケットがこうやってあります。なのでここにこう盗まれたくない財布なんかを入れると便利かもしれないです。はい、でこの上のところに行くとこんな感じでめちゃくちゃ入るようになってます。でこっちの方ちょっと厚手のクッション生地になってるんですけども、ここにですね13インチのパソコンが入るようになってます。15インチだと入らないです。13インチが入るようになっています。でこの僕13インチのパソコンが入るサイズで良かったんですよ。そう、15インチのカバンとか背負ってしまうとこうやって背負った時になんかこうでかくなっちゃうんですね。なので13インチのカバンだとこうコンパクトに収まってくれるということで、こうやって13インチのサイズがぴったりはまって、でかつ重心が上に来るやつ、そのカバンポンポン入れて下に溜まっちゃうやつじゃなくて上に残る重心が残るやつっていうともうこれしかなかったんですよね。でここにパソコンを入れてここのスペースに今撮影しているカメラをボンと入れます。でこっちの方にはリップクリームだったりこのイヤホン、仕事で使うイヤホンだったりバックアップ用の SD カードっていうのが入ってますと。はい、こういったこうアイディアメモ帳っていうのはここに入れて、はい、これで OK です。で下のスペースは重心を重くしたくないのでここにはほとんど入れません。もうこのお財布とカード類ですね、これだけ入れておきます。でこっちの方にもちっちゃいポケットがあるんですけども、ここには家の鍵が入ってます。はい、これすごい便利です。カメラとパソコンを背負うと結構重くなります。そうなった時にそのなんか重心によって軽く感じるか重く感じるかっていうのが変わってくるそうです。でこれは、パソコンは背中に密着するように、配置されてますし、カメラ本体も上に重心が来ているのでものすごい軽く感じます。はい、なのでやっぱこれがいいんですよ。これがなので僕はこの13インチ型のちっちゃいやつで重心が上に来てっていう、で収納も多い、カバンはちょっと他にあったら本当教えてほしいっていうぐらいですね。なので僕はそのいろいろカバン探してるんですけども、これでいいやって思っちゃうぐらい、うん、これすごい気に入ってます。でこれもう結構9ヶ月ぐらい愛用してるんですけども、やっぱさすがエルコムさんなんで、そのカバンがよれたりとかすれが多くなったり汚れが目立ったりってことは未だにないです。うん、底面も結構しっかりしてます。一応こんな感じですね、ほとんど汚れとか傷はありません。なのでこの丈夫さっていうのも結構気に入ってます。ただネガティブなところで言うと、そのビジネスシーンではあまりやっぱ使いづらいかなっていうふうに思います。ちょっと子供っぽいな、大学生っぽいなっていう感じがするので、まあこれは旅行で使うっていう感じですね。ビジネスなんか商談の場ではこれは持っていけないかな。その僕は最近お堅いシーンに出くわしたことはないので、まあ大体これでまあ落ち着いてますけども、本当にこうかしこまったところとかっていうのはこれはちょっと使いづらいかなっていうふうに思います。うん、これが革製とかだったら話は別なんですけども、それがあればいいな。でこれに関しては、まあ、ただみたいなもんで、まあ、ニコンのカバンですね、カメラバッグなんですけども、こうやって背負って財布とカードとこの鍵だけ入れて、もうあとは外に出るっていう、そういう感じですね。これは仕事がない時だったりパソコンで作業する必要がない時、あとは出張先だったり旅行先でこうホテルから出かけてなんか外回って散歩するときにこれを使います。なんかこう不満はありながらもなんだかんだヘビロテ、もうほぼほぼ毎日使っているっていうアイテムなので、なんかそれが自分にとっては本当にベストなものなんだなっていうふうに思います。特にワクワクはしないですけども、でもやっぱすごい便利なのでこれはすごいいいなっていうふうに思ってます。でこのカバンの詳細に関しては概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックをしてみてください。まあこれでこのカバン何使ってるんですかとか、どのブランドですかっていう質問はまあ来なくなるかなというふうに思います。はい、ということで今回はライブ配信だったり動画のコメントでちょいちょい質問をしていただいていたこのカバンに関しての説明と、まあちょっとした使用感レビューっていうのをシェアさせてもらいました。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。
今使っているこういうカバンのアイテムっていうのもどんどんブラッシュアップをしていくつもりです。なのでまあ、どっか引っかいするかもしれないですけどもご了承ください。よりベストなものが見つかってこれを手放すってなった時は断捨離プレゼントさせてもらいますので、ぜひその時は楽しみにしておいてください。